皆さん、こんにちは。変態途中のアルプスクシーモリです。3日前に上陸して、今日の朝もカベチョロヤモリみたいにクラゲの横にくっついていました。現在は、また水に潜っているので、餌やりをしたいと思います。あげているのは乾燥アカムシです。先ほど、粘り強くあげたら一本だけ食べてくれました。上陸後は、なかなか餌を食べずに死んでしまう個体もいるようなので、餓死しないように頑張って餌やりです。しかし、なかなか食べてくれません。個体によっては、1週間から2週間も食べない子もいるとか。まだ上陸して3日目なので、アカムシ1本でも食べてくれたので良い方かもしれません。乾燥アカムシなのでしっかりピンセットで挟んでおかないと浮いてしまいます。食らいついたら離さないとイモリが餌を飲み込めないので難しいです。食べているところは取れませんでしたが、今日はこのくらいにしておきましょう。